はい、この問題はね、えー、コンセント専用ですから、えー、この3本のケーブルですね、いずれも電源回路の白黒だけが、えー、入っているということですね。はいえー、右側のね、下側にあコンセントの増設のーケーブルがつながっておりまして、えー、これがですね、白黒ですね、本線の白黒につながっておりますんで、 えー、これで正解ということになりますね。はい、増設したですね、コンセントの回路がですね、白黒がですね、あの、本線の白黒と逆に入ってますんでね、えー、これはあ間違いでありますけど、ただ、あの、コンセントとしては、あの、働きはしますけどね、えー、逆になっているということですんで、これは不適切な工事ということになります。 はい、これはですね、えー、左と右のね、えー、ケーブルがですね、直列に繋がっておりますんでね、えー、コンセントが2つがですね、直列になってますんで、これはちょっと具合悪いですね。えー、並列に繋がらなければならないということですな、はい。従いましてですね、正解は1番ということになります。